有名みたいだけどな。テレビ流してるからよくやるから。うん、そう。流れてるし、暇つぶしになる。これはね、でもね、あんまりコンポ吐かんと、ある程度摩擦ぐらい長くゴールついてる。前は失敗したのは、もうどん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 吐いていったから行列がなくなって、気分ならば。言うてる通りやろな。うちパッと大きいもん。うん、で、肉厚しっかりしてるから。あのパッと大きいな。うん、あれは良かった、買ったら、うん、あのパテとやっぱり卵が大きい。まだレイちゃんは大きい。あれ見て寄ってくる子いっぱいいてるもん。よくわからんですけど、やっぱ派手系やな。アニメのやつ。そう、アニメのやつ。プリキュアとか若い子は知ってるよ。うん、そやな、子供やな。でもこっち全然進んでないやろ。やらべさしてんの。だからやばいな、割と悪いのはな。そら、トラリックで打ち食ったら絶対あるし。夕方だよね。風が出てきた。うん。風が良かったな、でも。大丈夫だ、そういうの。うん。新しい情報はな、なんかな、ちょっと雨みたいなのが届くんですけど、午後からは晴れてなってたの。昨日でも夜中土砂降りしてたから。あ、そうなんだ。あとモニターはもう一個置いてな、この辺にも置いたらな、うん、いいねーな。
はい、このお店とかって何時ぐらいまで開いてるの？売り切れ5年までやってますけど、これ全部終わったらもう閉めちゃうんですかね？閉めちゃうんです。はい、こっちは1700食だけですから、こっちも置いておいてます。うちは、早めですね。あ、そうなんですか。何食べたの？でも俺的に一番好きなのはやっぱ、境バーガー。うん。みんな見つけてるな。うん。かわいいな。なんやかんやでライダーさんも来てくれるんだもんね。ねえ、それが辛いよね。全国から夏休みやと見ても忙しいさ。そうよ、夏休みは学生関係ないから。ああ。でもやっぱり週末は暑い。週末はなんか多いな、やっぱり。
大丈夫じゃないの。みんなな、マスターの人柄や。大阪、大阪あれ、大阪で出会ったのか。あれも全部ボランティアだね。ボランティアって全部来たの。あれ何人ぐらい来たか。あれは5人ぐらい来たけど、鶴橋は夜大変だな。